スーステン峠を走る PTT バスポストバスとは旅客と郵便物を輸送するバスのことである。本記事ではスイス及びオーストリア国内で運行されているポストバスについて記述する。スイスやオーストリアの国内各地をくまなく走っている郵便物を配達する車から始まった公共交通機関で現在でも郵便物の運搬にも使われているが主に旅客を輸送している。 スイスは黄色地にホルンのマークが入った車体、オーストリアはグレーの車体。スイスではスイスポスト、オーストリアでは連邦鉄道の子会社が運営している。1849年、スイスのベルンとデトリン間で馬車による運行が始まったのが最初。1906年6月1日にはエンジン付きのバスがベルンとデトリン及およびペイピー・マハルを結び、 運行されるようになった。鉄道の通っていない地域を通る路線や、継承地を走る路線もあり、観光客にも利用されている。国内への観光客誘致のために発行されているスイスパス所持者は、スイス国内で有効期限内なら、パスを提示するだけで利用できる。スイスを利用可能な UL パスでは乗車できない。ありがとうございます。